ミラティブは、株式会社ミラティブが運営している、映像配信スマートフォンアプリ、および Web サービス。2018年3月30日まで株式会社 DNA が運営していた。アプリ対応 OS は iOS、Android。サービスコンセプトは、友達んちでドラクエやってる友達を見てる感じ。スマートフォンの画面を直接視聴者に生配信で、届けるという、 位置ついたの画面ミラーリングサービス。視聴者はコメント送信機能によって配信者や他視聴者とやり取りをすることが可能。また、コラボ機能が提供されており、配信者と視聴者が通話可能である。配信された映像は録画されており、アーカイブ映像が14日間残る。これをダウンロードし、YouTube 等の動画投稿サイトに投稿することも可能。 iOS の場合は、d プラキットライブに対応した一部のアプリのライブ、機能、Android の場合は、画面ミラーリング機能を用いることで、スマートフォン端末以外の機材を必要とせず配信が可能である。その他、Windows あるいは Macintosh を用い、Open ブロードキャスターソフトウェア等の、画面配信ソフトとブラウザを使うことでも配信が可能。また、ジャスラックとも提携しており、 放送内で委託された音楽を使用することができる。なお、その場合は放送後に使用音楽の報告をしなければいけない。Web 版には検索やフォロー機能がなく、配信者を探す際はそれぞれにある特有の番号を URL に記入しなければならない。また配信されているカテゴリーもそのカテゴリーを、配信している配信者を探さなければ、同類のカテゴリーの配信者を見つけることはできない。 出展、利用者のうち配信者が70%を超え、スマホゲーム配信者数日本一を突破した。配信者のうち30%が7日、以上連続で15分以上配信している配信者で、ある。平均配信時間及び平均視聴時間は1人、あたり1日100分。初配信でコメントをもらった配信者の割合は、約90%。 OS 別ユーザー割合は iOS が約60%、Android が約40%。トップ配信者の累計配信時間は5.980時間。2020年現在一度に最長10時間まで配信可能。えももは2018年8月1日に株式会社ミラティブが公開した新機能。あなたは誰にでもなれるをキーコンセプトに ユーザーはアバターを自由に着せ替えができ、一部の端末では自分の配信やゲーム実況に連動して動かすことができる。えももは髪型、目、口、輪郭、服、体型等をベータ版期間中で48億通り以上の組み合わせで自由に着せ替えることができ、設定した感情に応じて表情や動きが声に連動して変化する。ミラティブを通じて ゲーム実況等を行う際、視聴者の画面下部に動く自分のエモモを表示されるため視聴者は常に情報を確認することができる。2018年8月1日の公開当初は、毎日配信者及び抽選で選ばれたユーザーのみ利用可能。同年8月14日のアップデートにより、Android 7K 以降のユーザーでもエモモを利用可能になった。同年九月五日より、 対応端末なら、全員がエモモを利用可能になり、同年11月14日から Android 5.6K でもエモモを利用した配信が可能になった。iPhone 10や外部ツール等の特殊機材を必要とせず、ミラティブで配信ができる端末であれば動作する。カメラ機能を使用していないため、ユーザーの姿を一切配信に移すことはない。視聴者は、ミラティブを基本的に無料で使えるが、 課金することもできる。配信者はミラティブにより収入を得ることもできる。このためミラティブは収益を上げている。ミラティブがミラティブにより得られる収益源は次のようなものがある。ミラティブ社は DNA の一事業として生まれ、10億円の資金調達とんぼうの後、わずか1年以内で35億円もの追加大型調達に成功している。 ありがとうございます。